ドフラミンゴ、貴様。ルオ、お前がおとりとなって俺を引きつけてる間に別の部隊の麦わらの一味が工場を破壊する。工場が破壊されれば、たとえお前が死んだとしてもスマイルが作れなくなった俺はカイドウに消される。そういうシナリオでいいか。ところがお前は想像以上に時間が稼げず、麦わらたちも孫ついている。奴らを利用したと言いつつも、この作戦には麦わらの一味への絶大な信頼が必要だ。なぜそこまで麦わらを信じる？Dはまた必ず嵐を呼ぶ。Thank you.